はようございます。ロクタクシーです。本日もよろしくお願いします。どうです？これ見てください。車、また元カノの15車から、まあ、現在の僕のパートナーの4号車に戻りました。この4号車のさすがね、我が社の、メカニック、仕事の速さ、これ何日かちょっとかかるなと言いながら、その日の夕方ぐらいには、なんか治りましたって連絡が来て、どうします?乗り換えますか?みたいな感じのもう仕事の速さ。何日かかかるなと言って、ああ、そうなんだって思って、こう、でもすごく、早く仕事が終わる、このねもう何というのかな、すぐですよって言いながら遅い、マイナス効果よりもちょっと時間かかります。おお、来たみたいな。そのね、なんていうのかな。すっかりその、それ何商法っていうのそれ。すっかりやられてしまいました。だから、ね、学びましたよ。だから、皆様も、もしも、そういうようなことがあったら、そういうようなタイミングで自分が何か、頼まれ事をしたりとか何かをこう時間がねこうそういう時はね、だからねもうね、私そんなね安っぽい女じゃないから、私はそんなじゃないわよ、私はそんな、あもう脱いでる、私そんなつもりで今日は、私そんなつもりもさらさらない、うん、私は時間のかかる女よ、と言いつつ走っててホテルの前に行ったら助手席から手を伸ばしてウィンカーつけてる、そうなんですかみたいなね、それぐらいもう、なんていうのかな、インパクト的には、それぐらいのもう仕事の速さ、もう早い。その方が、喜ばれます。That's all right!